最近ちょっとですね、痩せましてですね、ボリュームないんですよ。そういうのね、このオーガストには第1回目からゾウスが参加させていただきましてですね、もうね、なんと7回になったというでね、あ、9回だ、ないっつってもそれはないんよね。
で、あの龍作さんはね、今年なんとコケ70歳を迎えまして、実は私もですね、5月に60歳の還暦を迎えまして、還暦とコキで韓国韓国の人はそうだなんていうのはダメかな、そこをカットしてくださいね。それであの40年前にね、龍作さんと出会いまして、ずっとですね龍作さんの背中を追い続けて、今日まで来てこんな目に遭いました。でもね、龍作さんをねもうずっと手本にやってきてますので、これから私はですね70の古希に向かってですね、で龍作さんは80のね、米寿に向かって、まだまだガンガンやっていきたいと思います。龍作さんもですね、ここでコキッとなったように一つ頑張ってください。それではズボスブラザーズ本日最後の曲、イエイエ。家に帰れば心身体調。
代俳優谷村浩今日も進むぞ俺が見てるそれで俺もぐっと我慢したんだけど途中からどうにも我慢できなくなってペロッとお尻触っちゃったんだよ。そしたらその女の子なんて言ったと思う？おいこら俺の股間で阿波踊り踊ってるやないかな。ぶち殺すのか。よく見たらこいつお姉マンだったんだ。
あ、みんな飲んだ方がいい。俺は飲みたくないんだけど、この前ね、倒れて足がつってたのにしか俺だった。ヨロちゃん、どうする？ジャケット脱ぐ？俺は脱ぎたくないけど、先輩が言うんだったら脱いじゃん。どう脱いで、どっち？俺に乗るとね、乳首がね、見えるんだよね。で、何？シャツだけでも大丈夫？一応アンケート取る。大丈夫？で、ちょっとシャツやる。ちょっと待って、じゃあ俺マイクちょっと分かる、どうしようかな。はい、いやズロースブラザーズ的世界地名ダジャレシリネコちゃん、はい、いや、ベルギーにしたけどさ、すげえ雲行き怪しくない？わネコちゃん、何？あの、カナダってさ、あの、子供が迷子になってもさ、すぐ見つかるんだってね。なんでなんでなんで？猫ちゃん、何？すっげえいいだじゃ、今浮かんじゃった。え？浮かんだ。めっちゃ高い。猫ちゃん、このライブハウス、うっ、暗いな。猫ちゃん、何？アムステルダム、行ったことあるよね。アムステルダム、危ない？アムステルダムに友達もいるんだって、この人。アムステルダムにはボランダ。猫ちゃん。何？あのさ、赤ちゃんがいっぱいいるさ、国があるよね。赤ちゃんがすごくいっぱいいる国、どこだっけ？全然わからないんだけど。何？思い出した。ニュージーランド。はい、猫ちゃん、なに、髪の毛をさ、半分しか切ってくんないさ、床屋さんがいっぱいある国って知ってる？そんなのあるわけねえだろ、お前。どこだよ？ハンガリー。ハンガリー。よし、これが最高級だったんだけど。猫ちゃん、猫ちゃん、この間タイ行ったじゃん。なんか知ってんの？え、知ってるよ。タイでもさ、あの、右手が活躍して右手にお世話になったんだって。ちょっと待ってよ、それ誰にも言わないでよ。いや、じゃあ誰にも言わないから、いつお世話になったか教えてくれる？絶対言っちゃダメだよ。言わない言わない。バンコク。さっきから見てたら、そこら辺3人ばかり立ち上がろうっていう人と1人は帰った人がいたんだ。帰った人がお客さんも血圧すげー上がっちゃってるみたいだから、ちょっとね、これクールダウンする曲いきたいと思います。キスミーベイビー。あの日はみんなの噂、
CD をリリースしまして、最初にビデオ流したんですけど、一応本日はですね、特別にですね、上の物販コーナーにですね、ゾロスブラザーズの、CD とバッジを売ってます。CD は1800円、バッジが200円、セットにすると2000円という お買い得になってますからね。普通は4000円だからね、半額だけは。それでキャンプサイトというサイトで今のウェブストアでですね、販売してます。全国で人も来れない人もズドス見れない人もいっぱいいるんで、そういう人たちに向けて配信してますんで、そのキャンプサイトというサイトを見て、また買っていただければいいと思います。よろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。
じゃあどうぞどうぞ次の曲いきます。 BG やすやすやろ。それがやりたかった。
じゃあダンサー紹介します。今回も一人で頑張ってきました加藤日奈子。いくぜー。いいかい、俺たち全員でロースラー。ガリガリ君、イチジク味も出たよ。